まあでもさすが、あ,あ、モニターいいなぁ。でもモニターも余ってんだよな、言うて。IPS じゃなくてな TN がやっぱ、いいんだよな。VA! 珍しいパネル出してるな。29インチとか見たら具合悪くなるわ。やっぱねーゲームしてると TN がいいんだよね。そんな。 IPS の、なんか、色の、豊富さとか、綺麗な画質とか存在しないんだよ。いらないんだよな。画質なんか、もう FPS やってたら悪ければ悪いだけいいんだから。そう、もう IPS とか、うん、買うのはね、やっぱカジュアルなゲーマーさんたちだけで。とか言いながらは、俺、IPS のパネル何枚か持ってるけど。やっぱ TN s はわ。 ダメだ TN でいこう IPS 流行ってんなつか IPS 安くなったなまあでも結局 FPS するやつらなんかさゲーム起動したら一番最初に画質の設定全部定にするような人種なんだからさやっぱ画質は荒ければ荒い方がいいんだよなドットでなんかあのザラザラしてる方がいっちゃいいの、ね、よそう敵ってわか,かる方が重要なんだよな 敵が綺麗になってもどうしようもないんだよな。なんで綺麗な敵撃たなきゃいけねえんだよ。汚くして撃つんだよ。そう、画質が荒い方が信任しやすいんだわ。いやでも実際、ちょっと待って。実際、こう壁があんじゃん。壁があって、まあ、こっちが壁側ね。こっちが壁側で、まあ、こっからこう敵が出てくるとするじゃん。 その時に、出始めの時に、やっぱ綺麗、綺麗だとこ、こう、綺麗に、やっぱ綺麗なんだよ。綺麗だから、ちゃんと体が全部、出てないと、見えないんだけど、こう画質がくそ悪れと、要は、ま、簡単に言ったらさ、こういう、こういうドットで形成されてるわけですよ、人も。わかるこう、こういうドットで。 そしたらね、やっぱね、ここにこのザラつきが最初に、先に出んだよ、これ。画質が荒い方が。わかる <laughs> ザラザラ、ザラザラしてると,ところがやっぱ最初に出てくるわけよ。オーラ、オーラみたいなのが先に出てくるわけよ。オーラが先行して出てくるんだよ。だからもう最初は、もう最初にもう画質設定を。バン,ギャンで、もうモニターを、 モニターにデコくっつけてな。シオンスタイルよ。ドットを見て打つんだよね。やっぱり。